あなたを 100% 沼らせるとり、カカポ雑学。こんにちは、皆さん。今日はあなたを 100% 沼らせるとり、カカポについての驚きの雑学を紹介します。カカポはニュージーランドに生息する夜行性のフライトレスバード、つまり飛べない鳥です。世界で最も重いオウムとして知られ、体重は最大で 4kg にもなります。カカポの最大の特徴は、その独特な求愛行動です。オスのカカポは繁殖期に大きな音を出してメスを呼び寄せます。この音は数キロメートル先まで届くと言われています。カカポは絶滅危惧種であり、現在100羽未満しか存在しません。ニュージーランド政府は、カカポの保護プロジェクトを進めており、人工授精や特別な繁殖プログラムが行われています。さらに、カカポは寿命が非常に長く、平均して60歳以上生きることができます。また、その羽は非常に柔らかく、触るととても気持ちいいです。いかがでしたか？カカポの魅力に少しでもハマっていただけたら嬉しいです。この動画が面白いと思ったら、ぜひ、いいねと、チャンネル登録をお願いします。次回もお楽しみに。